十分。メンズ革命の時間です。この番組は男性を世界一魅力的に、女性を幸せにというコンセプトの番組です。この番組ではコメントを募集しています。 FM ギノワンではユーストリームで映像と音声をホームページからネット配信しています。スマホで聞いていらっしゃる方は無料アプリリスラジ、またはツイキャスで。ツイート以外にメールアドは797@fmginowan.com です。コメントお待ちしております。それでは一曲参ります。ジュエさんの曲でバードソングです。この曲はとても、ちょっと明るい雰囲気の曲なんですけれども、ジュエさんというお二人は金城龍太さんの個展の時にライブをさせしてくださいました。とても雰囲気のあるアーティストです。どうぞお聴きください。星美由紀メンズ革命、今日はですね、実は
素敵なゲストをお迎えしていますよ。画家の金城龍太さんです。沖縄でも活躍されているんですが、県外の方も聞いてらっしゃると思うんで、少しお話ししたいと思います。金城龍太さん横にちょっと座ってらっしゃるのでちょっとご挨拶だけしましょうか。こんにちは。こんにちは、金城龍太です。はい、とてもハスキーな素敵な声でまだお若いんですよね。本当にまだお若い、若手の、作家さん画家さんです。で、ちょっと金城さんのことをお話しさせていただくと、まず金城さんとの出会いに関して前にちょっとお話ししたことはあるんですけれども、ですね、軸になるテーマっていうのがあるんですね、作品の中に。そのテーマというのが、金城さんの作品のテーマというのがですね、光と闇、そして命の儚さと生きる喜びで、先に、同時か、ちょっとこの辺よくわからないんですが、その辺は作品作られる中でだと思うんですが、先に詩があって、その言葉からイメージした作品を制作してあります。ですから古典行かれると分かるんですけれども、作品の横に必ず詩が添えられているんですね。ですから作品と詩が2つがこうハーモニーのようにこう見る人に響いてくる、とても素敵な作風を持った画家さんなんです。でですね、今回ね、いろんなお話を聞きたいと思うんですが、前回ですね、いらしてくださった時に奥様とのパートナーシップを実は教えていただいて、いかにそのいろんなことがあるかとか、ちょっとヒントなんかもね伺ったんですけれども、今日はですね、ちょっとね作品のこともいいんですけれども、先にですね、時間が足りなくなるといけないんで、理想の女性像なんかね、ちょっと聞かせていただきたいなと思ってるんですが、ちょっと飛びすぎかな、大丈夫でしょうかね。ダンディモリスさんが丸してくれてるんでいいでしょう。じゃあ勇気を持って聞いちゃいますよ。金城さん、金城さん突然なんですが、はい、理想の女性像ちょっと聞かせていただけますかね。突然ですよね、唐突なのが神秘鬼滅革命なんですけど。前の奥さんの時の話にも出たんですけど、はいはい、やっぱり結婚の決め手になったのもそうなんですけど、その背中を押してくれる、なんかやっぱり、きっとこう、アーティ作家さんも他の作家さんもそうだと思うし、何かこう自営をされてる方は皆さんそうだと思うんですけど、ある不安な時、リスクを取らなきゃいけない時に背中を押してくれる、またはこう勇気づけてくれるような人っていうのは、やっぱ理想とするところではずっと変わらないですね。それが理想なんですか。はい、理想ですね。あとの大方のことはもう目つぶってられますね。ああ、なるほどね。とにかく、肩を押してくれる、勇気づけてくれるっていうことがすごく重要なんですね。と、はい、自分の人生の中で一番そのポジションになってくれる人がいるということがすごく大事ですね。はい、あとはやっぱり理解者とかどうですか。理解してくれるとか、理解に関しては、自分の作品を例えば今の奥さんが見て全部を理解してるわけではないです、はい、もちろん来場してくれるお客さんもこの絵は分かるけど、この絵はいいと思わないとか、皆さんあるので、やっぱり人が全部理解してほしいとかっていう願望はないです、何か相手に例えば期待したりとか、そういうのはないです。期待はないんだけれども、その肩をやっぱり押してくれるというか、全面的に応援してくれる、精神的にも、精神的に応援してくれる、はい、ということですよね、はい、他にはありますか、その理想の女性像っていうのはありますか。なんかやっぱ年取るごとになくなりますね。私逆ですね。すいません。私ね、理想の男性像を語っていいですか。はい、私フラメンコアーティストなんですけど、フラメンコダンサーなんですけど、結婚する相手と理想の男性っていうのは違うって思ってて、2人男性がいたらいいなと思ってました。家のことをやってくれる男性と、それから一緒に踊ってくれたり、それからあと刺激をくれる男性と、今言ったら3人なんですけど。あんまり放送してほしくない、なんかちょっと笑われてますけど、周りにダンディモリッツさんも笑い転げてますけど、その男性
ていうものからインスピレーションを得ることってフラメンコって多いので、その安心できる男性っていうのはやはり必要なんですよ。もちろんさっきおっしゃったような肩を押してくれる人、肩を押してくれなくてもいいんですが、まあ安心して見守って理解してくれる人、でもそれ以外にやっぱり自分に刺激を与えてくれる人、まあなんかすごく冷たいジゴロだとか落とし入れるようなコードかっこいい人とかね、なんかそういう男性っていう存在はいつも遠くにいたし、それからまあ近くにいたら私ここに来てないかもしれないんですけど、なんかそういう存在は必要でしたね。そんなことないんですかね。ないですね、はい、あ、じゃあもうなんかここで一つなんかちょっと悲しい気分ですね、分断された気分ですね永久に求め続けてます私はそういう男性を。彼あのパートナーも知ってますし、そういうことはちょっと言っちゃうのでね、アラブの王様が現れないかとかそういうバカげなこと言うので、今度来年どこでしたっけね、ドバイに行くんですよね私たち ね、 そうですね。でドバイでアラブの王様に求婚されたいとかそんな話してるんですけれども結局ね、男性というものにすごく理想があるんですね。それと男性と結局何かを作っていけるって思ってるんですよ。だからこれひょっとしたら実は女性の考え方なのかもね。男性は完結できるのかもしれない、作品を自分で作るっていうことに関しては。女性はやっぱり男性の思うことによってできているのかもしれないですね。ちょっとその辺も私の意見も言っちゃっていいですか。失礼しました、はい、私本当気づかないです。曲いきますよ、曲いかせてくださいね。また、ジュエさんの曲でいきたいと思います。とっても素敵な曲です、ルナルージュ。あれかもしれないですね、女性の方が頼る気もする。めぐみさんに笑われたけどかな。世の中の常識を打ち破るところに芸術家っている。やっぱりそういう知らないうちにやったら打ち破ってしまったみたいな。ところがあると思うんですよ。普通にやってるんだけど、その人彼から岡本太郎からすれば普通に来てるんだけど。実は世の中からしたらちょっとこう破天荒すぎるみたいな。
あ、まだある。まだありますね。あと何十秒。15秒です。はい。じゃあ10秒になったら入れちゃいます。なんかさっきの話の続きになってすみません。ここから聞かれた方、今日はですね、星野由紀メンズ革命ゲストに画家の金城龍太さんをお招きしています。沖縄で活躍されている方で、沖縄を中心に活躍されている方で、東京とかでも個展をされていますね。東京の銀座でも個展されていますし、あと美術館でも個展をされていて、まだ若手のこれからの画家の方です。今横に座っててとても素敵な方なんですけれども、ちょっとその、理想の女性像をお聞きしたしているところですよね。ちょっと私たち話食い違っちゃったんですよね。ね、私が知るそのアーティストってね、やっぱりなんていうのかな、ずっと奥様を置いて他の人を好きになっちゃったりすると、不倫って世の中の言葉があるんですよね。私前にも不倫って言葉なくしてくださいって、汚い言葉、美しくないのでやめてくださいってここで言ったんですけれども、奥様は奥様で愛するんですけれども、また別の人の奥様じゃなかったとしてもね、一人の固定の女性をずっと愛し続けるの、それ美しいんだけれども、他の女性にも目を向けてるのもアーティストとしては普通だなと思っていたんだけど、どうも金城さんは目は向けるけれどあまりそんなにっていうようなお答えでした。それ本当なんですかね、ちょっと知りたい。そうですね、はい、どうしてそういう新しいタイプのアーティストなんです、そこもひっくるめて。どうだろう、先ほどね、ミックさんが話してくれたように、その、はい、いろんなアーティストさんがいて世界に衝撃を与えたい、はい、その世界が注目されるにはまず衝撃を与えたいとか、うんうん、その誰もやってないことを探し出してやるっていう方ももちろんいらっしゃるし、うん、自分は作品を描くときにはそういう見た人がびっくりするようなのを描く、うん、どうだこれびっくりするだろうって言って描いてるわけじゃなくて自分のなんか描く結構内面的なことが多くて、とにかく自分がやりたいのは自分の作品が人の心に寄り添ったような作品を描きたい、それは自分の心であったり、見に来てくれた人の心に寄り添うような作品を描きたいと思って、こう結構内面との対話が多いんですね。なので多分そういうふうにあんまり外にっていうそのものをさほど他の作家さんほどは強く意識してないのかもしれないです。寄り添うって今お言葉が出たんですけれども、まあ、金城さんのと接していると本当に寄り添うっていう言葉キーワードになってくると思うんですよね。で、会場に行かれると分かるんですけど、個展会場に行かれると分かるんですけど、どんなお客様っていうか方に対してもお名前で呼び、そして温かく優しく迎えてくださるんですね。作家さんでね、そういう方って意外と比較的男性の作家さん少ないんですよ、そういう方って。で、今のそれがやっぱりわざとやってるお客様だからじゃなくてね、本当にそういうお人柄なんだなっていうのがなんとなくもう本当に分かってきました。少しずつなんとなくというか、もうそれが沖縄ならではのというかね、なんかちょっと私沖縄ってやっぱりいいなと思いました。金城さんを通じて沖縄ってすごいなと思いましたね。どうですか、ダンディモッチさん。ダンディモッチさんちょっと話ずれましたけど、はい、私の方が男みたいだね、なんかね嫌ですね。いやでもときめき感じるのもいいんじゃないですかね。いや、ずっと奥様にときめいてらっしゃる。ああ、素晴らしいです。それもありながら星さんのように、はい、いろいろね、なところからこうときめきを受けるのもまたこれもいいのか。アラブの王様とね、そうランデブーしたいとかイメージしてね動かれるのもまたいいのかも。そう、世界を旅して世界中の男性と恋愛してみたいとか、恋愛旅行してみたいとか、ね、いろんな女性に聞いてみたいですね。聞いてみたいですね。とにかくどんな形にしろときめてるのは大事かなと思いますね。
なるべくたくさん。まあ金城さんの場合は、龍太さんの場合はおそらくその今の奥さんが良すぎちゃってですね、不満がないためになんかもうそこで完結しちゃってる感じもするし、あと作品のさっき最初におっしゃったようになこと寄り添うっていうことがやっぱキーワードになっていて、それとちょっとそのさっきちょっと私が言ってるパッショネートなそんな世界とちょっと違う気もしますよね。なんかその寄り添うっていうことをもうちょっと私も真剣に考えてみたいと思います。私寄り添えない女なのかなって今一瞬ちょっとこう自己否定しちゃったんですけど、寄り添うんじゃなくて突っ走る女ですよね。気がついたらいなかったみたいな、よくありますよね。男の人私前歩かれるだけでもう後ろ向いたらいないんですよ私。なんか男の人の後ろを黙って歩く女性じゃないですよね、うん、奥様はね。そうではないですよね。そうではないです、ね、でも先歩きます、金城さんがスタスタスタって。あ、いや奥さんが先に歩くこともありますね。あ、はい、どうでもいいですね。そんなことはどうでもいいんですね、はい、なるほどね。なんか今なんかもう本当前回お話ししたのかな、もう10年間いいですよね、10年間 お付き合いした上に結婚されたって、はい、なんか本当にその辺は幸せな感じがするんですけれども、そんな幸せな金城さんなのにどうしてこんなに深い絵が描けるのか私ちょっとよく分かんないんですけど、なんか頭混乱してきた。どうしてそこういう深い深いこう傷っていうかね、痛みがあるような、うん、痛みがある人のごとくのような絵を描ける、うん、絵足を描けるんですか、ちょっと聞きしたい。あ、はい、自分はもう絵を描くときには、はい、描こうと決めた30の時にはもうテーマっていうか描きたいことは決まってたんですけど、はい、自分はもともと中学校1年の時に、はい、強迫性障害っていう病気になって、はい、不安障害なんですけども、うんうん、なんていうかな、もう行動が取れない、次の行動に行けないんで、うんうんうん、それがもう20歳はピークだったので、もうほとんどそのなんていうのか仕事もできないし、本当に厳しい状態が長く続いたことがあったんですね。で23過ぎた あたりから、まあ、アルバイトをしたり他の方とこう、はいはい、接する機会も作れるようになったんですけど、はいはい、それで30に絵を描くと思った時にはもうこの描きたいのはもう人の心の、ね、光と闇っていうのをずっと描きたいと思ってたので、うん、今の多分自分の姿からすると、うん、昔の自分の姿は全然真逆な感じですね。真逆、はい、だけどその今おっしゃったその一つちょっとこうナイーブな部分って、まあ、こんな時代に来てればそのなんか今おっしゃってたけどそういう人って結構いらっしゃると思うんですよね、うん、そういう、まあ、ナイーブな普通の青年であれば逆にそうだと思うんですけれども、そこの部分が作品の源泉になっているって決めつけちゃいけないんだけれども、その時に受けた経験がやっぱり作品に反映しているって考えていいですか。はい、そうですね。うん、失恋じゃないんですね、じゃあね。全然私すぐ恋に結びつけちゃうから、ちょっと今日愛のメッセージじゃなくてこのまま話してていいですか。曲はそのままでいきましょう。なるほどね。でもさっきおっしゃったようなそういうナイーブなご自身のそういった個性がこういう作品に結びついたっていうふうに考えていいですね、はい、で会場行かれると分かるんですけど本当女性のお客様が多いんです。そしてね世代も20代から60代70代ぐらいの方もいらっしゃると思いますね。そうのすごく熱い方に愛されている沖縄をにも他にもまあ画家さんいらっしゃるとは思うんですが、私が出会った一番印象的な画家さんです。で、2つ、詩を前回お読みしたんですが、もう一つもう一回、炎という作品の詩を読ませてください。2010年制作されている炎という作品の中に書かれている詩です。この世で最も美しいものは最も暗い。この世で最も美しいものは最も暗い。こう闇っていう世界をですね経験したからこそ生まれてくる創作活動だったり、それから人を思う気持ち、それから人を寄り添う、人に寄り添う気持ちとか、こう一見マイナスに思えるような経験やその人の個性が美しくこう開花していく、光に向かって開花していく、まあ、ちょっと
うまく言えないんですが、そういうエネルギーを感じました。これはね、男女関係なくやはりそういったところで、ご自身を表現していくということを必ず忘れないでいただきたい。人は死ぬまで表現して生きていく生き物だ、改めて感じました。皆さん、あの金城さんのように自信を持って生涯にわたって表現をして前向きに生きていってください。はい、今日はありがとうございました。なんかね、あの結局私真面目にまとめちゃってごめんなさいね金城さんね、とっても実はユニークな楽しい方でね、あの楽しいお話をしようとしてたところを私がいつも真面目に持っていっちゃって、ちょっとね金城さんの魅力が全部引き出せなかったんですけれども、次回はぜひね楽しくやりたいなと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。またよろしくお願いします。よろしくお願いします。ダニモリスさん、はい、どうもありがとうございましたまた、はい、よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。